はい、20時になりました。讃岐うどんのお時間です。ということでヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計266店舗目の讃岐うどん屋さんの紹介となります。ということで今日は香川県中田戸郡万能町にあるうどんのふるさと花月さんの方へ向かっていっております。それではこの花月さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.12 点、そして Google の点数が 2.4 点となっています。営業時間は10時から17時まで、定休日はなんと無休です。交通手段として車の場合駐車場が約11台分あります。電車の場合は最寄り駅が江内駅、 1.7 キロほど離れてて徒歩約23分程度の位置です。周辺のうどん屋さんとしては太郎うどんさんであったり山椒うどんさんがある大体あなたり、おすすめはかけちくです。かけうどんとちくわ天がセットになっているうどん、昭和47年に創業されたお店で、お蕎麦や中華蕎麦もよく出ているみたいです。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらはフルサービスのお店になっています。空いている席についてメニューを見て注文しましょう。ちなみに冬によく出ているのはしっぽく系のメニューで、これが量も多くておすすめみたいです。はい、ありがとうございます。でも今回はかけちくの章を注文します。じゃあすいません、注文いいですか。かけちくの章、あとおでん取ってもいいですかね。はい、はい、店内はこんな感じになってます。向かって左側、花月と書かれた大きな丼が特徴ですね。とてもまったり落ち着いた店内でした。そろそろうどんができそうなのでおでんを取りましょう。赤串が80円、白串と豆腐が100円となってます。今回は白串の牛すじにしました。田楽味噌があるのでかけていただきましょう。はい、ありがとうございます。それではいただきます。
麺は優しめなコシを感じる中細麺です。麺一本一本に個性があってひねりがいい食感でした。このお店のこだわりは一杯一杯出来たてをということで、この麺も茹でたてで麺肌が綺麗なツルツル麺でした。だしはカツオと昆布の優しい味です。とても軽くて飲みやすくてすっきりとしているだしです。このだしにちくわ天の衣の油がどんどん染みてきて、すごく旨味のある味に変化していきます。それではちくわ天もいただきます。だしに使ってだしを吸ってる衣も同じく美味しいです。もちろん揚げたてでうどんが届いた時にはだしに使った箇所がバチバチになってました。それでは使っていない箇所もいただきます。ふんわり軽くてボリュームのあるサクサク感で上品な味わいのちくわ天、とても美味しかったです。おでんの牛すじもいただきます。とろっとろにとろける牛すじ肉で、すごく柔らかかったです。味噌も甘くて美味しいです。もし今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。友達同僚の方にうどん好きまたは香川県出身の方おられましたら、ぜひこちらの動画そしてこちらのチャンネルのことをおすすめしていただけるとすごくすごく助かりますので、どうぞよろしくお願いします。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。そしていつもコメント楽しみにしています。今回のうどんの感想やおすすめのお店がありましたら書き込んでいってください。それでは最後の一口いただきます。普段は常連さんがよく通うとてもまったりした雰囲気のお店でした。人気のあるお蕎麦、中華そばも気になるので次はそちらも食べてみたいと思います。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした、はい、かけちくとあとおでんのお肉とってます。450円です。はい、どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。ドライブしよう。もうなんでなんだよ、もうなんでなんだよ。5月が過ぎてく